皆様妻にございます。それではこたびも信長の野望大使チェスト島津始めてまいりましょう。チェスト無念よしで、ライデンの隊なんですけど、まあ騎乗かな。いや待てよ、強気で行ってみっか。港にで、信行の隊が角の盾に行きましょうか。出陣します。さあどうする。政宗の動きがあったね。ただそこに左近が押し込む。さあどうする政宗。引っ込んだね。これもうどうしようないんじゃないか。さあ寺行け取り付き方位で28日即時交渉行きましょう。小早川高影、柿崎義弘、貴様の能力はどうなんだ。お、内政96、外政95。よし、上司投降で、どうだ。あら、全面解放で、どうだ。欲張った結果。そうですか。でだ。政宗のところが9300でしょ?ここが、あ、問題ないね、これね。大丈夫だ。よしよしよし。で、秀吉が、香水事情、いけます。進め。でだ。で、さらに、義久が、ぐーっと登っちゃうか。いや、待てよ。この辺はさすがにやりすぎだ。まあ、言うてでも、この辺まで来るんですけどね。特攻場、行きましょう。さて、どうする。さあ、延沢陥落。これで、上杉滅亡だよね。そうだよね。さあ、捕獲で、ドン。まあ、今、強いの見えたね。さて。うわあ、105円4人。わ、強っ。越後の正気斎藤智信、上杉快活、最上義明、そして本庄重長。つえー。で、直江だって100言ってんだけど、97だもんね。水原95。あ、すげえな、ここ。強、上杉。どこまでだ?ここまで。一色義道?こんなところに?あ、そうなんだ。いらっしゃいませ。さあ、そして武勇で、ドン。最上義明109。最上義明109はどうなん?なんか、あんまり武変者っていうイメージないけどね。統率知略はなんか、図抜けて高くてもいいけど、なんか武勇のイメージないよな。そしたらなんかさ、だって、本田忠勝よりも強いんでしょ、武勇。そんな、ちょっと盛りすぎのような気がするけどな、これ、最上義明はね。まあいいや、あ、伊藤一等歳じゃん。91。そして決して覚えられない、イカルガ平次。イカルガ平次も91なんだね。強い。と、80は、ここまで。あ、久米五郎だって中国地方、毛利の家臣じゃないの、久米五郎って。毛利だか尼子だよね。こんなとこまで流れてきてんだね。79。そうか、残念。でも多分、この能力って忠誠を加味されての能力だから、久米五郎は多分、80超えると思う。忠誠を加味すれば。でもまあ79しかないんでね、残念ながら首を打つことになりますけれども。さあそして知略でドン。まあね、最上義明だよね。で、斎藤智信、直江兼続。すごいね、100超えね。と、成沢道忠。以上。内政。北舘利長。なんか、この縦の字がさ、最上っぽいよね。と、ここまでか。岩井信忠まで。この79も多分、忠誠加味すると80あるんだろうけどね。まあ、残念。外政でドン。外政はなしと。いうことで。いや、でも上杉強いの多いわ。まあ、最上とか混じってるけど、でも斎藤智信上杉でしょ?景勝上杉、本庄重直江、水原も上杉だよね。この柴田もそうだし、加納も上杉じゃないの?樋口兼豊だってそうだし。だからさ、上杉、めちゃくちゃ強いの多いよね。まあ、志村光康、これは、あれ、志村光康って、最上?戸沢?なんか、まあ、何しろ上杉じゃないよね、志村光康はね。酒飲めも。でも、いや、上杉強いの多いわ。なるほど。まあ、働く場があるかどうかわかんないですけど、ようこそ、いらっしゃいませ。そして、残念ながら、
自己研鑽が足りない皆様、79惜しいけどね。77、79だもんね。本当にあと一歩だもんね。まあ残念ながら、この北の地で発るということになりますね。チェスト。深く。さて、残るは南部。そしてまあ、アシナね。アシナはまだ、こうは解けないよね。そうだね。こうはしたら失敗だったわ。もう、普通に準検証作って押し潰しちゃよかった。で、本田忠勝なんですけれども、どうしようかな。蹴まない、いっちゃおうか。思い切って。で、多分出せる。檜山城、行きましょうか。ここ、8700の18700か。厳しいな。厳しいけど行きましょう。じゃあ、この5体。35000で持って、ひとまず檜山城を目指します。進め。行きましょう。すごいね。総攻めだね。今一層急病を患ってしまったが、死ぬ前に果たして天下統一を見られるかどうかって感じだね。もう内政とかもいいでしょう。もう今出てる軍で押し潰す。いや、でも、そうか。下った上杉の連中がいるんだよな。一応前線に入れとこう。さあ、一応、軍備等々整えました。行きましょう。どこ出てくるかな。さあ、明星取り付き。ここは方位で66日。さあ、伊沢取り付き。どうだ？強行48日。強行でいいでしょう。もうこっからさ、花の巻取り付き。花巻かな？花の巻かな？どっちだろうね。強行38日。交渉しましょう。これはもうあとは、ただただ押すだけになるよね。まあ、もうこうなっちゃおしまいでしょう。南部も。いきます。さあ、雫石御所取り付き。なんか出てるね。強行で交渉しましょう。で、どこに出てんだ？33000で持って、花の巻。花の巻なの？花巻か。花巻に出てる。上限は。いや、全然大丈夫でしょ。33000で、イエス30000だけど。いや、いいでしょ、これ。このままぶつかって。いや、でも、そしたら、正幸をさ、香水城に向けてしまおう。我に続け。で、秀吉が、このまま伊沢に向けます。これで香水寺城あたりでぶつかるでいいんじゃないか、正幸の隊が。そしたら兵力の上限も取れてるし問題ないでしょう。で、格納だって 18000、21000、いや問題ないよね。問題ない。このまま進めます。さあ激突揺るがず、いいよね。勝利で、これは取れるでしょ。我が道を照らしている。さあ格納で取り付き、強行で15日、いいね。交渉出てるけど、まあ、ここは、このまんま、強行で落としてしまっていいでしょう。さあ、取り付いたのは、港城。ライレンだね。強行23日。いいね。兵がいないね、もうね。お、来た。さあ、格納盾陥落。まあ、兵がもういなかったもんね。捕獲はなしか。で、信行4000か。行きます。まあ、特攻城行ってしまおう。出陣します。で、吉石さん対特攻城。五条に向かってけど、まあ、途中で変えるって感じかな。これ来てるけど、これきついな。きついけど、じゃあ、吉石さん隊を、港城に向けましょう。出陣するぞ。で、どうなるか見る。さあ、寺池城陥落。いいですね。やりました。捕獲しないね、全然ね。なんなんだろう。さて。で、小早川隆景、八戸まで一気にかけます。出陣しましょう。さて、これぶつかるな。ぶつかるのはまずいんじゃないか？ねえ、いくら上限がちっちゃいとはいえ、ぶつかるのはまずいよね。伸び息下げるか。お疲れ様でした。で、ライレンも下げるか。いいよね、下げちゃってね。で、ヨシッサが向かう、ヨシヒロが、檜山城きついんだよね。特攻城向かおう。覚悟はいいか。さあ、南部もちょろちょろと動いてはいるね。さあ、香水寺を取り付き。方位で41日。交渉しちゃおう。報告いたします。さあ。これもう見えてるね、完全にね。終わりが。まあ、脳症でいきます。光った。直江。直江いきなり来たね。元地下、秀吉。これにて最上義明もいきなりいる。さすがだわ。
まあ明智やぶ取っとくか。この辺も総戦術いらんけどな。逃げ男女一応取っとこう。以上ゲチよ。さあ見えてるぞ。もう完全に見えてるよね。でアシナはまだか。なるほどね。でだ、なんかちょろちょろと動いてんだよね。17000が勝頼の雫石御所に向かってる。問題なし。これはこれ何なんだろうね、この7800はね。まあいいや、進めていきましょう。さあ、南部から交渉。心中か？心中だ。しかし、それはもう受ける気ないんだ。残念だったな。このまま滅するがいい。24000。さあ、朝廷から使い。関白くれ、関白。左大臣。次、関白か。さあ、伊沢取り付き。包囲で、交渉しましょう。さて、さあ、交渉。どうしようかな。赤備えで圧するか。さあ、全面解放に乗れ！乗らん！そうか、そうか。まあ、いいだろう。さあ、取り付きは港城。ここは、今度はね、よし、左兵いるからね。強行交渉でいきましょう。で、次は？で、次はどこだ？花巻城陥落。やりました。さあ、捕獲で、ドン。浜田博綱、VU79。惜しいね。惜しいけれども、惜しいじゃダメなんだ。残念だったな、博綱殿。ここに首を置いてこい。チェスト。よし。でだ。家康が、三戸。三戸行きましょう。皆の者、続け！さあ、どう出る？雫石御所陥落。やりました。我らは止めろ。捕獲、捕獲で、ドン。冷えぬ黄色とだ。岩清水吉永、弱い。お二方とも、ここに死んでいただきましょう。チェスト。ふかし。で、勝頼が、手を打ちましょう。武田騎馬隊とともに、檜山城、檜山城きついよな。きついけど、いや、きついからこそ、石川に行きましょう。ここ出てくる予想だ。じゃあどうしよう。野辺地行こうか。出陣する。北信近だったね、今ね、上州。へえ、北信近強いよね。89、78。あー、でも、まあ、内政は100超えてっけど、なんかうおーすげーみたいな感じの強さではないんだね。なんかもうちょっと強いイメージあったわ、北信近って。なんか安藤近末ってちょっとごっちゃになってる感はあるんだよな。愛の字が入ってるからっていうのは東北の武将だからっていう、すごく雑な感じなんですけど、なんかちょっとね、過大評価してる感あるわ、僕自身が。で、アシナと、アシナまだか。そうか、まあ、こう切れた瞬間がね、アシナの命日ですからね。さて、取り囲んだのは特古城だね。強行交渉。交渉ガンガン出てるね。まあ心中しようって言うんだから、お、流行り病。まあまあ問題ないでしょ。もう今更何が流行っても。大丈夫。板で抑えられた。ってことは、被害は出るのか。まあ。あ、高速壁！高速壁！ちょっと待って。高速壁は死ぬな。頼む。高速壁だってね、能力100超えのバカ強武将だもんね。とりあえず全軍動いてるよね。出せるか？まあ出せるとは思うけど。行くとしたら、波岡御所かな。すげえな、メンツが。大谷行部、最上義明、斎藤智信、直江、上杉快活、明石照澄、山中鹿之助。ちょっと、いくらなんでもやりすぎでは。じゃあ、この5体、23500で持って、波岡御所、向かいましょう。後に続け。これなんだ。44800が、これなんて言うんだ、東湖なのか、東湖の特攻城なのかな、なんて読むのかさっぱりわからん。似ててるね。なんだろう、勝より、ん、これどっから出てんだ。波岡御所、延べ地、八戸、ここの九戸。これこのまんま出てこないような気がするけど、まあまあ進めていきましょう。ちょっとその前に、足の甘だか、いきます。
集まったね。蹴まない取り付き。ぐわーって動いたな。強行交渉。これ交渉ガンガン始まるでしょ。さあ交渉。島津義久、行きましょう。大名直々に。全面解放でどうだ。はい、乗った。やりました。さて。じゃあ、義久が、石川城、行きます。ぐちゃぐちゃ。明星陥落、やりましたね。さあ、捕獲で、ドン。あ、北信影。北信影は80ないのか。北信影って、大阪城の戦いでさ、西軍型、豊臣型になるんじゃなかったっけ？なんかそんなイメージあるわ、すごく。でもまあ80ないんで、お二方とも残念ながら、ここで斬首ですね。それでは、おさらば。チェスト。無念。よし。さて、左近なんですけれども、三戸、向かいましょう。進め！ぐちゃぐちゃ。押し城で流行り病。まあ問題ない。これぶつかってんのか何が何だかわからんのか。さあ降水場陥落、お見事。さあ正幸43,000、大平なんだよね正幸ね。どうしようかな。これさ、義久檜山城に行こう。出陣するぞ。引っ込んだね。まあそれはそれでいいや。で正幸なんですが、陸奥福島行くか。出陣するぞ。すごく遠いけどね。これ、45,000来るな。45,000ちょっと分が悪いような気がする。っていうのは、忠勝を、いや、待ってよ。ここ、交渉中だよね。そうだよね。だ交渉して、その様子を見て決めよう。さあ、交渉。展開決まったでしょ。展開だもん。ほら言ったでしょ。見事、狙い通り。で、忠勝が、波岡御所、行きます。これで動き変わるはずよ。なんか来た。入れば鬱陶しいな。変わったね。大きく変わったね。なんだ、3300って。馬鹿にしてんのか。で、これはなんだ、え、何の問題もないでしょ、これ。集まってんの、いや、違う。2400か。向かってるんだ。え、わけわからん。ぐちゃぐちゃ。さあ、波岡御所取り付き。強行58日、方位だね、ここはね。さあ、檜山城取り付き。ここは強行31日。し。交渉できる。交渉しよう。交渉できるんだったら、ガンガン交渉していこう。でだ。これはこれでも来るとは思えないんだよな。13,000でしょ。13,000が、いや、全然問題ない。で、正幸石川城に向けようかと思ったけど、まあ、このまんまでいいか。待機する。あー、コウソガメー、残念。あ、早急も、なくなってしまったか。すまぬ。天下統一を見せられなかった。さあ、お、星野正利。報告いたします。そうだよね。だいぶ、あ、すんげえ米入ったんだけど。なんだこれ、100万って。ご命令よ。もはや怖いものはなし。で、アシナは。いける、アシナ行きましょうか。アシナにセイグッバイ。行きましょう。チェスト、チェスト。でも、アシナはこの辺から出せばいいでしょう。どうしようかな。77,000でも脱する？どうしようか。持っていっちゃおうか。85,000でもって、アシナを攻めます。後に続け。必要ねー。絶対に必要ないけど、いいでしょ。豊臣秀吉の小田原城攻めがごとく、もうね、遊郭を隣に作って遊びながら落城させてやりましょう。行きます。さて、流行り病。流行り病、うっとうしいな。いちいち飛ぶのが。さあ、伊沢城陥落。やりました。さて、捕獲で、ドン。あ、黒川春氏じゃん。黒川春氏は強いよね。柏山明奈が。あとは、弱いね。じゃあ、黒川春氏のみ、見逃し。残りの3人は、首を置いていっていただきましょうか。チェスト。無念だ。
さて、南部も人が減ってきたんじゃないか。秀吉が、どこに行こうかな。石川城行きましょうか。出陣します。これ本当に出てくんのかな。いや5800でしょ。何も怖くないよね。はやれ前何が鬱陶しいってさ、いちいちこうやって画面がスクロールするのが鬱陶しいわ。止めないでいただきたい。もここまで来たんだったら。さあ交渉、元近行くか。たまにはね、元近も見たいよね。さあ、全面解放でどう。あ、乗らぬとな。そうか、まあよかろう。さあ特攻所陥落。俺たちの敵じゃなかったな。さて海を渡り蝦夷地へ向かいましょうか。捕獲でドン。アサリ頼平80なし。森岡信元ももう全員80ないね。森岡信元は惜しいけどね、71の78だもんね。まあただ80はないんで、残念ながらお三方ここに仲良く生首三兄弟と。チェスト。さてで、おっとしい、流行りやばい。なんかすごく水を刺された感あるわ。島津義弘、行くぜ。すごいね、最南端から最北端へ行きましょう。徳山立て、お前ら、あ、武将入ってないじゃん。これポンポンと落ちんじゃないので、これなんだ。なるほどね、なるほど。その手には乗らんぞ。あ、でもその手に乗らざるを得ないね、これきっと。小早川高木武将誰なんだ。いやー、ちょっと弱いか。いや、でも三子結束、鎮西一に虎狩りだから、まあいっか。特殊戦法3つあるからね。このまま続けて九戸とぶつかりましょうか。いや、でもいらん戦だよなこれ絶対に。こっちは家康の方。九戸もちっちゃいのか。なんで家康取り付いてないじゃん、ね、じゃあ九戸行きましょう。皆の者続け。じゃあこことここで戦2回だね。多分この2回で戦おしまいじゃないかな。行きましょう。さあ激突分からずだよね。あ、揺るがず、揺るがずでいいんじゃないかな。もうね、やりました。ま、さあこのまま前進していきましょう。さあ、やりやまい、うっとしいな。さあ激突、これがおそらく新チェスト島津最後の戦かと思います。参りましょう。もしかしたら足など一戦あるかもしれないけどね。まあ、心持ちはこれが最後の戦ということで行きましょう。国衆将兵か。12000ぐらいまで行くかな。なんか最後の戦が家康ってさ、結局天下人家康じゃんみたいな感じになりそうだけど。まあまあまあ、それは一個なしですよ。先にこの一部隊を包み囲んで、改装させて、で、この二部隊にかかろうか。それでは、参ります。この動画をね、こうやって見てくださってる皆様ね、多分もうそろそろ、いやー、ちょっと島津飽きてきたのかあるでしょ。そろそろ、新しいシリーズ見たいなって。わかりました。一気に終わらせましょう。さあ、強撃、強撃、強撃。奈落かよ。奈落なのかよ。さあ、九州、それがどうした。罠にかかれ。どうしたったらかかってくれ。いや、かからなそうだな、これ。高虎がここに割り込もう。来たね。しかも家康に来たね。さあ、こっちは罠にかかった。じゃあ高虎がこう動くか。で、家康が反転できない。命令不可か。清水宗春反転で、インドでおしまいでいいでしょう。さあ、教育のり始める。飛行っつうのが逃がさんぞ。始めるぞ。さあ、イエス、あー、くっつけないか。そうか、ごめん。じゃあ高虎がこう、進まん。清水宗春、家康、インド頼康が突っ込む。やりたい。さあ、強撃乗りまくる。回想、このままいけるね。やりたい。そしたら高虎背後に回ろう。いざ進まん。で、清水宗春がこう、始めるぞ。前。さあ、壊滅、いいね。で、清水宗春がこっち動いて、家康がこう来ましょう。さあ、兵力差は向こうのが有利でしたが、あっという間に片付いたね。回想、吸収しよう。で、壊滅、やりました。さらば南部。やりたい。前。お見事な戦でございました。次たるは及ばざりだ。もう一戦ぐらいしたい感もあるけど。
まあいいか。で、クノヘコノも取れるんじゃない？そうだよね、取れました。さあ、ホバックでドン。これはなんだ、吉成重盛なのかな。なんだろうね。いやー、でも80ないんで残念ながら首は打ちます。そして出た津軽二代目、津軽。いや、これ読めないんだよな。信盾、信義かな、なんだろう。まあいずれにせよ80はないんで残念ながらお二方とも首は飛ばさせていただきましょう。チェスト。さて、で家康が行きましょうか。もう別立て、これで南部全城に攻撃の指示を出したことになりますね。さあ八戸取り付き、ここは強行46日交渉しましょう。終わったよ、新チェスト島津。いやー、長かったなっていうか、でもなんもないんですよね。なんか豊臣が終わってからもうずーっと一気一気って感じだったからさ、なんかまあていうか単純にこう武将を厳選しながら行くのがさ、すごく楽しかったっていうのもあって、なんかうわー長かった、大変だったっていう感は全然ないんですよね。面白かった。いや、終わってないんだけどね、終わってないんだけど面白かった。さあ、小早川隆景行きましょう。九戸、九戸8位あるよね。まあ全面解放でよし、終わりです。いいですね。さて、で小早川隆景なんですが、もう騎乗でいいよね。お疲れ様でした。さあ、お激突揺るがず。いやー、揺るがずでいいんじゃないか。勝利の光がやりました、我が道を照らしている。さあ、黒川城取り囲み、ここもあっという間でしょう。強行12日さらば足な8万だもんそりゃ落ちるわ。あー残念、間もなくだったのに2点が統一ね。あ、槍壇城行きましょうか。もうあとはね、ただただスペースを押すだけですよ。さあ、交渉とも行きましょう。北の淵か、北の淵かね。皆さん、ぜひぜひとも正直に答えてください。北進愛って呼んだでしょ最初こいつを見たとき、この字面を見たとき、北進愛って呼んだでしょ。僕は読みました。北の淵かって読み始めたのは結構最近になってからのことです。まあ全面解放でどうよ。よしよしよし、いいぞ北進愛。我らは止められぬ。さあ、じゃあ勝頼はここで騎乗しましょう。愛を誓って読まんよね読まんよねって、まあ読むんだけどさ、読めんよね普通にね。さあ、陸奥福島城取り付き、正幸強行交渉。さて、ガンガン行くよ。さあ、交渉。いや、ここは井出浦でしょう。頼むぞ寺島。さあ、全面解放で、あい、乗った、お見事。宇宙をもらったぞ。でだ、じゃあ左近も騎乗しましょう。お疲れ様でございました。さあ、秀吉が取り付き、石川城だね。水攻めしちゃおっか。水攻めで交渉。その水攻め必要なんかっていう意見はあるかと思いますが、いいんですよ、もう祭りです、祭り。これがな、本当に水を差すよね、流行り病が。さて、正幸直々に行きますか。あ、津軽為信じゃん。この二人さ、めちゃくちゃ気合いそうな気もするけどさ、一歩間違うと速攻で殺し合いに発展しそうな気がするよね。しかも、なんていうの、本人同士が切り合うんじゃなくてさ、なんか暗い暗殺の試合みたいな、なりそうな感じするよね。まあ、ここは全面解放で。これなんで城主投降、もうそもそも津軽為信が乗らないってことか。まあ、全面解放でいいでしょう。はい、乗った。やりました。赤子の手をひれるようなものよ。で、これさ、正幸が、徳山立てに行った方が早いんですけど、まあ、ここは吉弘に譲りましょうよ。ね。さあ、檜山城陥落。やりました。捕獲で、ドン。小笠原。うわー、読めねえぞ、これは。なんだ、この字は。見たことあんだよね、字面は。信、なんだこれ、信清なのかな、わからん。わからんけど、80ないんで、
まあ、読めない漢字はこの世から抹消しましょうと、アサリ勝よりね、まあお二方とも首は置いていってもらいましょう。チェスト。さて、ヨシッサ、もう別立ていきましょう。進め。ここはね、家康くんにはちょっとね、身を引いていただきましょう。やっぱね、島津の兄弟でもって取りたいじゃないですか。蝦夷地をね、さあ黒川城陥落。あ、足なか。足だ、滅亡と。さあ、捕獲で、ドン。アシナって、いるのかな、人物は。どうなんだろうね。統率で、ポン。あ、そうか。田村のメゴ姫が、いるのか。なるほどね。田村、まあ、田村メゴ姫じゃないけど。ヤタモ、アナサワ。あ、伊達オナミ。79か。惜しいね。惜しいけど、確かに伊達オナミって、なんか能力的には今一つのイメージあるのよね。なんか他の姫武将と比べてちょっと弱めに設定されてるような気がする。で、武勇で、ドン。あ、いるじゃん。富田でいいのかな？富田高さね。いいのかな？これ多分、剣豪の戸田とは無関係だよね。知略、なし。あ、待って！山田有秀。なんと。そうか、アシナにいたのか。いや、残念だね。内政。お、いるじゃん、92。それ79、清野長則。残念ながら80なし。外政。なし、ということで、アシナからは5人ですね。いらっしゃいませ。そして、残りの皆様、特に山田有秀ね。いやー、そうか。父上はね、めちゃくちゃ活躍してるけどね。残念ながらここに首を置いていってもらいましょう。皆様、おさらば。チェスト。無念。まあ、そうなるよね。まあまあまあ。で、信行は、お疲れ様でございました。さて、終わりが近いよ。本当に流行り名前が水差すよな。さあ、交渉。京都諸子大前田源行きますか。柿崎義弘。全面解放で、どうよ。おっと。そうか。ならば、滅せよ。さあ、波岡翔、陥落。やりました。我らは止められぬ。これ、大谷業務と本田忠勝が取り付いてんじゃんね。まあ、お二方とも騎乗しますか。これ、ちょっと吉久、時間かかりそうね。さあ、徳山田で陥落。武将やっぱ入ってなかったんだね。なるほど。やりました。どうしよう。吉弘。ちょっとここにいいよ。何の意味があるんだっつうの、まあ、全く意味はないけど、行きましょう。さあ、石川城、水攻めが入る。さて、ここもう、どんぐらいだ ?20 日か。よしよし。吉久が、もべつ立てを落として終わりになりそうだね。待機する。これさ、いや、全くもって何の意味もないんだけど、どうせだったらさ、出さないっていうのは、トシッサ対。あ、トシッサは秀吉のとこにいんのか。なるほど。じゃあどうしよう。家久どこにいるかな。家久どっかにいるよね。あ、美濃輪にいる。美濃輪かよ。そうか。いやでも家久。おう。ちょっとまあ、何の意味もないけど、ここにいます。いざ、決戦の地へ。参りましょう。すぐ落ちんなよ。頼む。斎藤友のが病にかかった。報告します。おっと。まだ来て日も浅いなんね。いや、もうこのまま行くだけでしょ。さあ、石川城陥落。やりました。さあ、捕獲で、ドン。誰も来ず。なるほどね。じゃあ、いるかな。統率、武勇、知略。あ、知略いた。沼田、助光。94、92。なかなかだね。内政、80ある。南部、末方かな、これね。と、柿崎森弘、80超えてる。外政。南部都市、あ、意外と超えてんじゃんね。こっちの方じゃダメだけどさ。この、知略内政外政で80ぐんぐん超え出したね。へぇー。まあ、はいっていう感じではあるんですけれども。まあ、お二方首輪いただきましょう。チェスト。深く。さて、出だ。秀吉の隊。
なんですが、まあ、部分騎乗でもって秀吉蒲生を返すと年下になったね。よし、じゃあ年下をまあこの辺に向けましょう。進め。さあどうだ、島津4兄弟揃い踏みよ。まあイエスは随分遠いけど、イエスは来るかな、来れるかな。それめっちゃ遠いんだけど、もう別だって。だったら移動させちゃよかったね。どんぐらい、ちょっと囲ませてもらっていいかな。69日以内に来れるかな、どうだろう。まあ、あれだったら騎乗させてさ、移動させてっていう感じがいいよね。行きます。あ、全然来てねえや。騎乗させます。で、家久を、まあ、それこそ徳山だとに移動させて、ここに来させよう。何の、あ、斎藤果たせ。残念。何の意味があるんだって言うの、全く意味ないけどね。いや、この後に及んで元服かよ。ちょ、いらんのだが。お、須田光親子、長吉にございます。そうか、名乗りを上げてくれたか。なかなか知恵者。あ、知略80ある。おありがたい。ちょっとわざわざ探さなくて済んだわ。いやー、見事なる。見事なる知略よ。あっぱれ。ようこそ島津家。報告いたします。さあ、浪人、ドン。毛利秀元、82。やるじゃん。織田正純、なし。あ、秀忠いいんじゃん。秀忠80超えてる。80超えてるよね、内政。あ、柳生兵庫之助。これ武勇。そうだね、80超えるよね。兵庫之助様ね。3人も来たんだけど。やる。いらっしゃいませ。ごめんねえよ。で、ちょっと最後にさ、もう一回だけ調べよう、追放。大丈夫かみんな。80超えてっか統率。こっから、ここまでセーフ。さあ、そして、武勇。福原長高までセーフ。これ追放。おっと、東都高吉、貴様。ネズミが一匹紛れ込んでいたようだな。おっと、貴様もしかして能力を偽っていたのか？なんという不届き者め。首を打たれないだけありがたいと思え。なんたるこ。チェスト。でだ。家久、帰ってきてるかな。徳山立てに、家久を移動させたい。美濃和って書いてあったよね。美濃和。帰ってきてる？ああ、まだ帰ってきてない。そうか。そうか、そうか、そうか。じゃあ送りましょう。この月で落ちるんじゃないか、もしかして。待て、落ちるのはダメだぞ。50口大丈夫だ。よしよし。いや、あんだったら、ちょっと一回、外れてもいいけど、まあ、いいか。このまま行きましょう。さあ、朝廷から使い。もう、関白いい加減よこせ。太政大臣。え？この上に関白あるよね、きっとね。関白結局最後までよこさなかったな、朝廷。どうなん、それは。で、これで家久が、入ったよね、美濃和城にね。でだ。いや、でも、美濃和城から徳山だって結構ないか、距離。こうで、美濃和から、この3人移動させよう。家久ね。結構距離あるでしょ。だから、義久は一度、何の意味があるのかわからんけど。いや、待って。攻撃に切り替えれんじゃないか？攻撃に切り替えよう。始めちゃった。まあ、いいか。で、家久が入ったら、速攻出す。頼む。入ってくれ。南部から交渉。もう、何を交渉することがある？無条件で交渉内容承諾って。抜かせ。頼む。いやー、原田宗時。まあ、しょうがないね。報告いたします。さあ、家久まだかな？ご命令よ。と、まだ入ってない。ちょっと待って、義久。50日大丈夫だね。よしよし。何がよしよしなんだよ。いたずらに時間使ってるだけじゃないか。まあまあ、いいんですよ。ちょっと気持ちの、おーい！他愛のないもの。あ、もう、閉まらねえな、畜生。さあ、捕獲で、ドン。あ、まさむねえ。ちょっと、最後の最後に家室外したのどうなん、それは。まあ、気持ちの問題だからさ、別にいいんだけどさ。なんかちょっと、なんかビシッと閉まらなかったね。まあしょうがないか。統率でと。正宗。あ、でも100超えは正宗。てか、正宗強くね？異常に強くない ?112 って。いや、まあでもこれからってもさそうだけどね。から、九戸までね。九戸も正宗じゃなくて、実近の方なんだね。80超えてんだね。すごいね。武勇、と。
戸沢から一栗高原まで。一栗っていうと宝牛のイメージがあるけどね。知略、まあ、強いね。沼田助光から服部康成まで内政。いや人はいるな南部ね、さすがだわ。お、来た、近かず79、あーでも80あるか。なるほどね。外政ドン、南部利直と北近かず門脇正義でいいのかなが入りましたよと。柿崎義弘、惜しいね。惜しいけれども、惜しいだけじゃ残念ながら島津には使えることはできんのだ。お、出た、一騎の輪が。これあれよね、伊達政宗の見つめを帯びて一騎を起こした輪がだよね、確かね。以上、まあその一騎の輪がも含めて皆々様、この蝦夷の地に散っていただきましょう。ならば共に天下を目指そうと。もう取ったんだよな。チェスト、最後のチェスト決めました。終わったっていうか、本当に家久出せなかったのちょっと心残りであるんだけど、終わった。久しぶりに見たな、武力統一ね。あなたに敵対する勢力がなくなりました。島津家のもと天下は統一されたのです。やったぜ、完全統一。室町幕府の権威が衰え、天下が大いに乱れた応仁の乱以降、100年近く続いた戦いの世は春秋戦国時代になぞらえて戦国時代と呼ばれた。あ、そうなんだね、春秋戦国になぞらえて戦国時代なんだ。へえ、知らんかった。その戦いの世、武をもって制する者がここに現れた。そう、何を隠そう、チェストでございますよ。秀吉なのか。ちょ、ここ、いや、家久入ってんだから家久にしてくれもう。いいけどさ、ただついにやりましたな。うん、武を持って乱世を制す。戦を鎮めるのはやはり戦でございましたな。それが正しいこと。おい、何をケチつけてる貴様、その首飛ばすぞ。乱世に聖者などありえぬ。ただ今ここに戦なき世を迎えた、それのみが我らが知り得ることよ。さようにございますな。朝からも本当だよお前、ちょっと口の聞き方に気をつけろよ。よい、行く間流れは絶えずして、しかも元の水にあらず。器がでけえ。戦を虚しきものと思うこともあろう。されど我らを導くのもまた戦であった。ただそれだけのことよ。長き戦いの果てに乱世は終わり、天下正室の時が訪れようとしていた。まさかりを止めると書いて武と読む。これまさかりだよね、矛じゃないよね。戦国を終結に導いたその力こそが真の武と呼べるのかもしれない。さらにね、有能な人物を厳選したことにより子々孫孫まで有能な国であり続けるというこの壮大な計画。終わりました、チェスト島津。終わったんですけど、この新チェスト島津、大きな心残りが一つだけあって、っていうのは、そのなんていうんだろう、全統一をした時点での武将の能力をずらっと見れなかったのがすごく心残りなんですよね。っていうのは、結局伊達政宗と島津義弘どっちが強かったのか、そういうのが見れなかったじゃないですか、がね、ちょっとすごく心残りでありますけど、まあね、そのための干渉機能ではありますもんね。まあ当然、なんていうんだろう、成長に関しては加味されないけど、まあ素の能力は干渉で見れるんで、まあちょっとなんかちょっとうーんって感じではあるけど、まあ我慢しましょう。で、問題はもうこの時点で考え出すんですけど、次は誰でやろうかなっていうことなんですよね。もうおそらくこの動画が上がる頃には次の動画の撮影は始めてると思います。なので、まあリクエストというよりも予想に近いかな、ここなんじゃないかなみたいなのをぜひね、あったらコメント残していただくとありがたいです。いやー、チェスト島津さ、まあ2回目なんだけど、やっぱ楽しいね。すごく楽しかった。やっぱね、強い武将を集めて、まあ固有戦法とかさ、固有台詞みたいなのを満喫しながらできるじゃないですか。しかも序盤イベントをなぞりながらやってたから、なおさらね。いやー、なんかすごく楽しめた。さあ、ということで、長らくお付き合いいただきました新チェスト島津、これにて幕とさせていただきます。それでは皆様、次の動画でお会いしましょう。この動画、このシリーズ楽しんでいただけましたら、
高評価、チャンネル登録の方、よろしくお願いいたします。それでは、また次の動画でお会いしましょう。さようなら。